くれど。ふっ。わーお。僕の記憶が正しければこれはメインフレームと呼ばれるシステムだ。いわゆる人工知能だ。命令には絶対服従だ。絶対にね。すごく危険な機械だからここはなるべく穏便に。ちなみに僕は外交の訓練も受けたことがある。もちろん、デンジャラスの D だね。ファンタスティックの F かもしれない。こんにちは。あ、やべえじゃん、こいつ。ゲル、任せよ。もう外交もクソもない。I found it and detected. Distracts is their stairs. ここだ。Distracts is their stairs. やべ。こっちの方がいいかな。おう。いや、だるいだるいだるい。走れば当たらないから。痛い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 。たまらんたまらんたまらん。あ、弾速が速いんよ君。こいつ残して回復しよう。うわ、ダメだ、まずい。回復する暇がない。はあ、何それもう。Look on the side. Oh. 無敵時間を利用して。Look on the side. あいつやるな。さてあいつ強えぞ。もう負けない。もう負けない。こいつは、あれ、バリアあるじゃん。あれ、どのダメージも1ダメージなんだけど、このパチンコがあれば、3ダメージ一気に減らせる。デストラクトスイードは一番右に行けるでしょ。はい、その次、そこ。で、次、真ん中がアンチ。すいません、やめてください。いや、マジで弾速が速い。よし。スタミナがない。4発入れていく。5発もう1発。 OK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 。 これでまだ半分はいってないから動作は変わらないだろうな。これで敵じゃない。 OK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 。 これ全部かわせる。いやー、ダメか。なーに、そんなん無理。いや、忘れてた。呼ばれるやつだね。いや、速すぎ弾速。
いや、残るのかなんて。いや、判定残りすぎまして。殴って、あー、手すがやばい。食べる。もう一個いる。わかんない。多分なんかしてくる。止める。これで終わりだ。お前は強かったよ。だがな、なんかあれなやつやったからお前は負けたぜ。雨ぐる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 。いやマジで強かった。もうボットが強え。あの滑車のボットが、ええゲール？あ、大丈夫ゲール、大丈夫ならよかった。前マジで、クソ人工知能が、ほんとあの滑車のやつが強いなぁ、やっぱり。体力低いとはいえ。おぉ、これか。スフィアリスの欠片を手に入れた。やったぞ。メインフレームを倒して、スフィアリスの欠片を手に入れた。ゲイル、やっぱり君になってよかったよ。世界の救済へ一歩進んだね。次は僕の仲間と合流して欠片を合体させよう。今はとりあえずここから脱出しよう。これ以上長くいたら僕たちが異物になっちゃうよ。仲間か。さて、セーブもしたし戻りましょうか。これで上にはいけるな。何が入ってるこれ。あームーンストーンが入っとる。あ、間違えて乗ったってられない。あ、上に上がる、戻る。よしよし。さて、なんでレオがここにいる？ビーコンの光が見えた。こいつ怪しいぞ。スフィアリスの欠片は見つかったのか？バカ。話は本当だったんだな。本当にロイヤルアーカイブにあったんだ。大丈夫だったか？警備がすごかったけど、ゲイルが全部何とかしたよ。本当に何とかしたけど、普通に、辛い、戦いだった。
本当に大したものだな。私をコボルトから救った時も大活躍したと聞く。君のその小さな肩に世界の全てがのしかかるのは、本当に大変かもしれないが、もう少しだけ頼らせてくれ。頼む。どっちだ？ああ、ウォールに行けば兵士たちが通れるだろう。通してくれるだろう。万が一のためにマックスもウォールへ送っといた。ウォールだ。ファーストウォールはデイヤから北へ向かったところ。あの壁ね。レオ、また会えるといいね。もし会えなかった場合は、よせ、また必ず会えるさ。うん、行こう。味方だった。どんな運命のいたずらかわからないが、君に出会えてよかったよ。健闘を祈るよ。ありがとう。行ってくるよ。今ふと気になったけど、ここ通れるのっておかしくね？おかしくねっていうか、お、え、あ、家がある。違う。ん？ここだ。やっぱり。うわ、そういうことか。うわ、そういうことか。うわぁ、そういうことか。うわぁ。やるか。なんだ、そういうことか。おいおい、楽勝かよ。あい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 。え？なんかごめんなさい。ガシャガシャ。戻る？戻らなかった。待って。はい。はい。うわ、何その動き。ゲール君ちょっと、ゲールじゃはしゃがないで。うんでぽー。よし。さあ次は。わ、これ覚えないかんやつや。絶対。左はブラフト。なるほどね。なかなか考えるじゃないかい。だが、あ、僕の、あれにかかれば、あれのあれだぜ。わ、そのまま落ちると。はい、落ちていく。夢の中へ。夢心地だ。はい、オッケー。一番簡単やったわ、ここは。あの謎の挙動されたところが一番難しかった。あ、こんにちは。最後のお客様からどれくらい経ったのだろう。おめでとうございます。チャレンジクリアです。あなたは17番目のチャレンジ成功者です。チケットどうぞ。GEO ホームでいろいろあんなことやこんなことがすることができますよ。めちゃめちゃね、長時間収録して3時間半とか40分とかになってる今。かなり長い時間喋ったから、もしかしたら最後の方すっごいテンション低かったかもしれない。それは本当に申し訳ない。あと途中で謎解きに切れてごめんね。っていったところで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。高評価、チャンネル登録、ツイッターフォローよろしくお願いします。マジでね、フォローとか、登録されると励みになるので、お前唾吐いてたら今、ジジイ。カーペ。カーペ。いやー、そんな代謝よく唾吐かれても。なので今日はこの辺で終わりにしたいと思います。お相手はメイヤとゲイルと、バートと、レオと、その他諸々でした。ということで、バイバイ、お疲れ様でした。またね。